当たらない晴れた金曜日、俺ならできる、これが俺のルーティーン。席に向かう一番奥のエコノミー、バカでアホな俺にはこれくらいがお似合い。過ぎてゆく時間に取り残された自分、家族と仲間さえいればそれだけで十分。13時間のフライト、ゼロからのスタート、一睡もせず到着、地に足つけるコンバースが導いてくれる。思い乗せる夢の方角、言われた数々の言葉は今でも覚えてる。いろいろありすぎたな2021、これから上がるも下がるも自分自身。空港で待ってくれた派手な青髪のボス、会うとなぜか自然と笑顔が溢れる。何かを得た分何かを失った、嬉しさを知った分孤独も知った。今俺は俺らしく生きれてるのだろうか、わからないから誰か教えてほしい。捨てたはずの無駄なプライドが邪魔をしたり、また一人考える夜に嫌気がさしたり。後悔はするなだけど反省はしろ、親父からもらった大切な言葉。目のライブがストリート、見向きもせずに人々がする素通りを。これくらいの方が燃えるタイプなんだ、むしろ6年前の光景がフラッシュバックした脳みそ。お客さんとの距離は1メートル、終了後にアメリカ人がカタカナで諦めないでと書かれたリストバンドをくれた。感謝と同時に忘れかけていた大事な何かをふと思い出した。お土産に刻まれた I'm just me、 変わらず俺は俺だし、俺じゃない俺たち。やるときはやる、分かるやつには分かる、分からないやつには分からせる、これが俺のスタイル。ガキの頃無我夢中で白球追いかけた、そいつに今俺は堂々と胸張れてるか。繰り返し何度も問いかける自問自答、焦らず進んでゆく一歩一歩。夢も叶えてしまえば過去の栄光、日向を探し迷い込んだ迷路、抜け出し向かう次のステージへと、心ない罵声がハート燃やす燃料。あの日散々言われたお前じゃ無理、今では言われるお前じゃなきゃ無理。金のためだけならやってないし、ここまで来てない、100年後もあんなやついたなって笑われていたい。 That's my life.